前の保守ってなかなか作れなくて、大変ですよ、マジで。無理です。昔のキャッチャーは。はい、中西君のトラマナチャンネル。ということでね、今日のテーマは何でしょうか。今日はですね、阪神の歴代保守ベスト3みたいなのをやりたくて、阪神結構ね、いいキャッチャー今までもいたと思うんですよ。今も梅野選手とかね、いますし、近年から今までの往年の選手含めて、一番いいキャッチャー、上から3人並べるんだったら誰なんだっていう話を。ナンバーワンキャッチャー誰なんだってなると、もう田淵さんしか頭がないよね。まあ一緒にやってないんだけど、OB レジェンドを含めたら、やっぱり田淵さんしか頭に浮かばないよね。うん、2番手、3番手になるとどうなんだろう。方法で言うと、木戸さんもおるし、若菜さんとかも一緒にやってた中では矢野なのかな。そう、攻守というか、守りとバッティングの方もって感じになると、監督もやられてキャッチャーなんで。田淵さん、矢野。城島選手は入れるのか入れないのかみたいな。OB として入れるんだったら、やっぱり、城か矢野かっていう感じになってくるでしょうね。移籍組でそんなに長くいたわけじゃないから、まあ、入れるのか入れないのかみたいな。が問題だよね。今回、城は外して、矢野という。2位、矢野選手。2位、矢野。3位は誰だな、若野さんだとか、木戸さん、現状今おる、非常にハンドリングがいい、阻止率もいいし、で、梅野も上がってくるだろうと思いますけども。歴代っていうところから考えると、若野さんは一瞬にはやってないんでね、プレーをずっと見てたっていうのはあるんだけども。ちなみに中西さんがコーチやってた時は、誰だったんですか、キャッチャーは。コーチやってる時は、日高、鶴岡、藤井な。藤井、男前ですね。男前は藤井。結構、コロコロ変わってるんですね、じゃあ。一時、自前の保守ってなかなか作れなくて。しなかった時代がね、そうそうそう、ありましたね。木戸さん、島田さんっていうところが引退してから定着しなかった。まあ、FA で取ってきたっていうのが結構あったよね。コーチになって一番最初は誰ですか？最初は矢野よ。矢野氏引いてから、城を取ってきて、城島が入って、その後に、藤井、日高、鶴岡っていう感じで入ってきたから、順番はバラバラだけども。鶴岡人的保障で取ってきたんでね、横浜から。ピッチャーの久保が横浜 FA で行った時に、人的保障で鶴岡を取ってっていう。現役の時は誰ですか？現役の時は木戸さん。ルーキーイヤーでは山川さんっていうキャッチャーと、渡辺長介さんっていうキャッチャーがいた。まあ、木戸さんが台頭してきたっていう時はね、85年。そっから木戸さんが多いからね。たまに今バッテリーコーチの柴田さん、その後2人が引いてからは今日ハムのバッテリーコーチの山田、関川、関川外野行くまではキャッチャーだったんで、でその後になると、まあ、山田で俺は終わってるんちゃうかな、選手としては。キャッチャーとしてまあいろいろ必要な能力ってあると思うんですけど、ピッチャー目線でこういうキャッチャーに受けてほしいみたいなってやっぱあるんですか？いや、やっぱ配球ですよ。自分が思ってる、考えてる、投げたいボールに対してどうチョイスしてくれるか、当然違うケースも出てくるんで、そういう時はイニングごとにいろいろ話してますよね。いや、ここはこうだから、バッター的にこの打席で三振してるから、2打席目はこういうボールを多分選択してたと、そういうタイミングの入り方してた、だからこのボールを俺は配球として選んだんだっていう、説得して要求する分にはいいけどもね。あとは普通に投げてるリズムの中で、じゃあ次ここスライダー行きたいなっていう時はパッとスライダーのサインが出るかどうか、呼吸が合うか合わないかっていうところ、しょっちゅうこう首振って違う習慣になると、やっぱなかなかリズムが合わないから。でね、配球面でこうお互いの考えを一致して違った時にはしっかり引っ張っていってくれるかどうかってところでしょうね。そこってやっぱ普段のコミュニケーションも重要なんですかね。毎イニング喋って、ゲーム前にミーティングして、ミーティングの中でこうシミュレーションして、じゃあ1番から9番までこういう攻めで入っていこうかっていう、一回りまでのシミュレーションするよねってことで。その中でこう1打席目じゃあ初球に打ったやつも、俺も逆にフルカウントまで行ったやつもいるわけなんで、はいはいはい、そこで次の2打席目はどう対処していこうかっていう戦略の言い方、だからもうしょっちゅうイニングごとでこうコミュニケーションを取ってるよね。ゲーム外ってコミュニケーション取るんですか、保守と。ゲーム外ってユニフォーム脱いだ後、ユニフォーム脱いだ後もそうですし、ゲームの前の練習の段階だったりとか。あ、それ取る取る、うん、それも話し合いしてる、うん、その前のブルペンのピッチングで、ブルペンの中で今日はこのボール良くないなとか思ったら、球種の中でいいボールっていうのを選択するんで、うん、今日はちょっとこの辺を中心に行こうかとか、ウイニングショットというか追い込んだらこのボール選択しようかみたいな、うん、それはもう話するよね。ユニフォーム脱いだ後は、ユニフォーム脱いだ後はもうそうしょっちゅうとは、それはもう仲がいい仲が悪いとか、やっぱりなんか同士で食事行ったりとかいろいろするんで、そこまでずっとこうユニフォームで外食する時でもキャッチャーと一緒に行動しなさいっていうことはないよね、うん、キャッチャーってやっぱ一人に対していろんなこうピッチャーがやっぱいるわけじゃないですか。大変ですよ、だからキャッチャーですよね。ああ、ベンチでも8人いるんで、はい、先発ピッチャー1人で8人いたら9人全部がサイン違うんでね、
それ大変ですね。今は多分統一、そのサイン盗みのところができないんで、できないで大変やけど、サイン盗みすると永久追放っていう感じになるんで、そういう意味では今単純なサインなんで、ほぼほぼこう統一してるけど、当時はもう本当、自分用のサインっていうのもあるんで、キャッチャー全部のサインを覚えなきゃいけない。サインってどんなサインなんですか？例えば今は本当もう単純だと思いますよ。外小指一本やったら外、まっすぐ、親指一本やったらインサイドまっすぐとか、一本だったらまあ真ん中低めとか、一本がほぼまっすぐとか、二本がスライダーとか、キーサインっていうのが昔はあって、まっすぐカーブ、パーがフォークにしてるか、その中のまっすぐカーブ、フォークの中で、例えば、キーサインをじゃあ今日はグーにしますって言ったら、グーの次のサインが生きる。例えば1、出します、はい。1出す、2出すとか、こういろいろ出して、で、これまっすぐだよね。こういろんなサイン出しながら、これがキーサインですよって言ったら、これが出ないと、これの次が生きるわけなんで、それまではもう何もない。で、もしこう出しながらも、例えばキャッチが、あ、間違えたとかやったら、例えばミット触るとか、ノーカウント。キャンセルのサインもある。もう一回オフ戻すとか。っていうのもあるし、ピッチャー側から、1、2、3、4、5とかブロック分けしといて、1がまっすぐとかね。まあ、シュースか、フォーとか、まっすぐ、シュート、スライダー、カーブ、フォーっていう5球種があるとしたら、1がまっすぐ、2が、シュートね。3がスライダーってなると、たった足し算からやるわけですよ。2回、いろんな差触るけども、はい、2回だけしか、3回、4回触っても関係ない。1、2とか。1、2で、たぶん1行って、2に来たら3なんで、1たす2で3でスライダーだったり、だと3から 1に行くと今度シュートになるわけですよ。引くわけよ、今度。はい、高い数字から低いの行ったら引くとか。もうわかんないですもん、僕。1人でも。で、たぶん1、5と行くと6じゃないですか。6ってことはもう一回りしてるから、5球種なんで、一回りしてるからまっすぐに戻るっていうふうにやったりとかな。まああとはもうカウントによって変えるとか。ゼロのニューカウントだったら1本目のサインが有効です。ワースだったら1つ足すんで2個目が有効になります。1出すけども関係ない、1は関係ない、2個目が有効になりますとか。無理ですね、そのキャッチャーとして全員のサイン。俺は無理。いや、大変ですよ、マジで。無理です。昔のキャッチャーは。今はもうそれがないんで、今見てたら単発はもう1回しか出してないもん。1回出しても寄ったりとかしてるんで、コースは。ちょっと大変なんですね。大変だと思いますよ。打たれたらやっぱキャッチャーのせいですしね、はい。ピッチャーよりもキャッチャーの方が結局、配球面いろいろ言われるんでね。で、配球で言うとこう、正解じゃないんで、どっちかっていうとね。結果論では、知能人だからね、周りはいろいろ言えるけども、違うその結果論を出したら、それが正解だったのって、例えばワンボール、ツースタイプ。じゃあ、まっすぐ。なんでお前ワンボールツースタイプカウントでまっすぐで簡単打たれてんねんって。なんでスライダーの選択しなかったんやって言ったら、スライダー投げた時の結果出ないんで、じゃあ同じシミュレーションしましょう。まっすぐ投げて、例えば左中間打たれました。じゃあスライダーだったらどうだったんですかっていう、その結果出ないんで。相手ありきですからね、結局。そうそう。一回で一発が終わっちゃうんで、結局。はい、どっちでも打たれてたとか、ありますからね。そうそうそう。あるあるある。うん、前提条件がやっぱり、シチュエーションにかかる。ただ、その場合は、だから確率的にこっちの方がタイミング的に崩れてたんじゃないのっていう感じで言うだけなんで、どうしてもこういろいろそういうことを言うと、結果論みたいな感じで言われるけどね。もうこれはもうしょうがない相手があって、サウンドでまた同じ場面で、違う球を選択してっていう、その結果出せないんでね。あとは、キャッチングみたいなの。キャッチングは大事だと思うよ。バシーンってこう、いい音鳴らして、やっぱこう、こう、しっかりとこうなってこう、ストライクゾーンに入れていくとか、やっぱボールでこう、上がってるような感じで、キャッチング作れればさ、こんな感じで取られたりしたら、ボールお辞儀してんのみたいな感じで、調子が出なくなるので、やっぱそのキャッチングも大事だもんね。あとはあれですよね、盗塁阻止とか、肩みたいな部分ですよね。肩も当然ピンチをね、救ってくれるわけなんで。これも、めっちゃ次第なとこもありますからね。これもションが遅いと。盗塁とかそういうのはもう共同作業なんでね。それはピッチャーがいくらなんでも2秒ぐらいかかって投げられたってこともじゃないけどね。2秒以内で投げられないもん、キャッチャー。ピッチャー目線で言うと、まずは配球。はい、まずは。で、次にキャッチング。キャッチング、そうね。で、それ以外の、まあ、サブスキルっていう、うん。まあだから、肩とかそういうところはもうね、はい、ピッチャーとの共同作業なんで、もうクイックもちょっと早くするとか、弱肩だと困るけどさ、ある程度こう、セカンドスピード 1.25 以内に投げれるスローイングがあれば、多少強い弱いはあっても、ピッチャーもそれ以内に投げようとする、クイックしようとするんで。観点で言ってもやっぱ1位は田淵さんですか？なんか田淵さんと僕バッティングがいいイメージなんですよ。当然ね。当然バッターとしてのあるんだけど、総合的なその配球だとかそういうとこ考えたらまた違うとは思うんだけど、イメージだよね。その実際だって田淵さんに受けてもらって、俺が投げててさ、例えば、こんな配球違うやろとか、あるかもしれんから。まあまあそうですよね。この人打つだけやな、みたいな。例えばそれはあるかもしれない。はい、やれてないから
もうイメージとしてキャッチャーは田淵さん22番っていう、そういうやっぱ思いのが強いんで、田淵さんは殿堂入りして中西さんが知ってるというか関わってる中だけにしましょうよ。関わってる中だったらインサイドワークとかその辺行くとやっぱ木戸さんかな、一番長くやってたのは。やっぱり今日インサイドワークとかそういう配球面とかは長けたもんがあったと思う、うん、コーチとしてやってるのはやっぱり総合的にはやっぱり矢野がいろんなピッチャーの引き出しを流すのはうまいよね。今日の調子はこんな感じなんだなとか、変えた方がいいですよみたいな感じでこう、うん、ベンチ覗いたりとかやってたからね。ピッチャーの状態の見極めが、ああそう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 、うん、そういうところで、ね、あったりとか対応力が高いイメージなんですかね、どっちか。そうだね。悪いなら悪いなりにこう対処するとか、うんうん、いいならいいボールをうまく使っていくとか、うん、本当にダメなら変えるとか、その辺の判断力が高い。そうこれもうちょっと無理ですよ。もうちょっといっぱいいっぱいですよ、みたいな感じで、もうベンチ見てこう、変えてくださいみたいな感じのがあったもんね。へぇ、あと、だからキャッチングだとか総合的に、まあ、守りのところになる。藤井もそういうあった、インサイドワークだとか、そういうとこあったり。男前だからヘッドコーチで藤井の役どころは大きいと思うよ、うん、広島でもどういうタイプの配球をする選手なんですか。ピッチャーならいいところ引き出そうとするね。現状いいところドロボールなんだろうとか、うん、あんまりこうミーティングでバッターの状態とかそういうのは頭に入ってるけども、直感で勝負はしないね。打者起点で考えるのか、打者起点で考えるのか全然違いますよね、うんうん、だってこのバッターは例えば140キロ超えるとまっすぐには弱いとか言っても、うん、140キロ超えるまっすぐを持ってないやつはじゃあどうするね、どういう攻め方するのってトータル的なミーティングするけど、各個人のやっぱり得意球種って違うんで、はいはい、そこをどう引き出すかなんで、いくらやっぱ145、150近いまっすぐが弱いって言ってもそれがなかったらじゃあどういう形で抑えていかなきゃいけないのってなんかまた違ってくるんでね。このピッチャーに対してはやっぱり低いドンでで、まっすぐは見せかけにしといてとか、あとはその打席のタイミングの測り方だとか、振ってるゾーンのタイミングの取り方だとか、うん、直感でひらめきでやるタイプと、そこをもう入れながらトータルのそのピッチャーの良さを引き出して、こう配球するのか、っていうのはやっぱり全然違ってくる。藤井選手とかはこう、割とピッチャーに寄り添って考えてくれる。そうだね。赤井さんがこう関わった中、ランキングで言うと、1位、木戸さん、2位、矢野さん、3位、藤井さん。そうだな。まあでも現状今は梅野があれかな。3位。ルーキーイヤーで入ってきて、研究熱心だし、梅野もね、1年目からこうずっともう朝の10時ぐらいからもう各チーム映像見ながら、リードとか勉強してたしね。まあ1位、木戸さん、矢野。総合的なあれからするとね、皆さんやっぱり矢野だと思うんやけどね、この中で。田淵さんとかが上も除外したとしたら、一番やってた中で、ワイ・キドさんかなっていう、ね、うん、そのインサイドワークだとすると。矢野はまあ、選手とコーチなんで、一緒にバッテリーは組んでないんで、矢野を2位にして。うん、まあ、3位はだから藤井か梅野かっていうところでしょうね。ということでね、皆さんを歴代キャッチャーね、誰が1位で、ビッグ3、まあ3位までね、もしよかったらコメント欄の方によろしくお願いします。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。